宮崎市清武総合運動公園は宮崎市清武町にある総合運動公園。もともとは清武町の町営施設だったが2010年の宮崎市への編入に伴い同志営の施設となった。野球場は2000年代まで読売ジャイアンツに軍チームがキャンプの会場として使用していた。2013年から韓国プロ野球。 トサンベアーズの春季キャンプ地として利用されている。2015年より2月は主にオリックスバファローズのキャンプ会場として利用される。2016年から2018年までは韓国プロ野球ハンファイーグルスの秋季キャンプ地として利用された。トサンは2015年以降、オリックスが2月下旬にキャンプを終えた後の3月上旬にキャンプ地として利用している。2014年2月、 野球場と屋内球技場をそれぞれ即券スタジアムとひなたなつドームに制定した。野球場の愛称は清武町出身の受学者である安井即券の業績を称いて、また屋内球技場は宮崎市の特産品ひなたなつにちなむものである。2014年に野球場のスタンド改修を実施したほか、2015年9月に第二球場が設置された。 2015年春季キャンプ地について、オリックス、宮古島キャンプ撤退、来年から宮崎に移転球場の老朽化など理由、2軍は継続試合情報4月九州、アジアプロ野球機構。ありがとうございます。